フィンランドのユーロビジョンソングコンテストでは、フィンランドにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。フィンランドは1961年大会で初めてユーロビジョン大会に参加した。フィンランドは2006年大会にて、ローディのハードロックハレルヤで初めて優勝を果たした。それ以前では、1973年大会のマリオン、ラングの トムトムトムによる六位が最高順位であった。2006年の優勝までフィンランドはユーロビジョン大会で究極の弱小国と見られていた。フィンランドは2020年までに9回の再開と3回の無得点を経験している。フィンランドの1982年大会の参加局工場のヌクポンビーンは1975年の 投票方式の改定以降に無得点となった15曲のうちの一つである。ノルウェーは10回の再開と4回の無得点を経験しているが、3回の優勝経験もある。2006年以前、フィンランドのユーロビジョンに関して、アラジンと魔法のランプをモチーフにした次のようなジョークがあった。ランプの魔人、私を自由にしてくれてありがとう。あなたの願いを叶えて差し上げよう。男。 カレリアをフィンランド領に服してください。ランプの魔人、その望みはあまりに大きすぎる。もう少し小さい望みはないかね。男、わかった。フィンランドにたった一度でいいから、ユーロビジョンソングコンテストでの優勝をください。ランプの魔人、うーん。もう一度カレリアの地図を見せてみなさい。2006年、フィンランドはついに優勝を成し遂げた。フィンランドの参画曲は、 大会で主流であったメインストリームのユーロポップとは大きく異なるハードロックであり、上下を一したモンスターの格好をした集団からなるバンドによるものであった。バンドの名はローリ、楽曲はハードロックハレルヤであり、史上最高得点となる292点を得ての優勝であった。この最高得点の記録は2009年にノルウェーのアレクサンドル・ルイバークによって打ち破られた。 なお、俗に言われているように地獄が凍結したという報告は、なされていない。1973年大会から1976年大会まで、および2000年大会から2007年大会まで、フィンランドの参加曲の歌詞はすべて英語であった。両期間は共に、歌詞に、いかなる言語も認められていた。これ以外では、1990年大会でのビートの、 フライがスウェーデン語であった以外はすべてフィンランド語であった。投票ではフィンランドは伝統的にエストニアやラトビアなどのバルト三国に高得点を与え、またバルト三国から高得点を得ていた。しかしフィンランドはまたスカンディナビア諸国とも深い結びつきを有している。2004年大会ではフィンランドからの最高得点はスウェーデンに与えられた。 2005年のフィンランドからの最高得点はノルウェーに2006年にはロシアにフィンランドからの最高得点が送られたが2007年大会にはセルビアに最高得点が送られた逆にスウェーデンがフィンランドに最高得点である12点を送ったのは2006年のローディのハードロックハレルヤの時が初めてであった2007年フィンランドのハンナ・パカリネンの リーブメアローンに対し、スウェーデンは再び最高得点を送った。フィンランドはまた、イタリアにも高得点を送ってきたが、イタリアは1997年以降2010年まで大会には参加していなかった。花っカリネ年、ヘルシンキで行われた2007年大会にて、テロスベトに、ベオグラードで行われた2008年大会にて、2019年までの段階で、 フィンランドは53回の参加経験があり、うち32曲はフィンランド語、19曲は英語、2曲はスウェーデン語であった。フィンランドから高得点が送られた国々、フィンランドに高得点を送った国々、出典、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。